救命講習。救命講習は、日本で消防本部によって行われている、応急処置技能講習。総務省消防庁による、応急手当の普及啓発活動の推進に関する、実施要項に基づき、各地の消防局、消防本部が指導する公的資格の一つ。日本赤十字社の赤十字救急法基礎講習、赤十字救急法救急院養成講習。 相当である。受講者数では、年間約100万人で、数ある、救急救命に関する講習の中で最も多い、平成17年度。救命、悪化防止、苦痛軽減の3要素に基づく、応急処置の実技指導が行われる。講習は、半日の、普通救命講習愛普通救命講習2と、終日の、上級救命講習に加え、 2011年の上期応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要項改定を受け、救命入門コースと普通救命講習3が新設された。救命入門コースは90分の講習で、胸骨圧迫と AED の使用法を中心とした救命処置が教授される。他の講習はおおむね中学生以上を対象としているが、本コースは 小学生中高学年、おおむね10歳以上から受講ができる。普通救命講習 I は3時間の講習で、広く一般市民を対象に、成人への救命処置、心肺蘇生法、AED を用いた、除細動と気道異物除去や、止血法などの応急手当が教授される。一般的な普通救命講習は、この講習である、赤十字救急法基礎講習と同等。 普通救命講習2は、医務室、集客施設職員など、一般市民よりも高頻度で、救命処置を行う可能性のある人、低頻度者向けのもので、普通救命講習愛の内容に加え、筆記と実技の効果測定を伴う4時間の講習となる。普通救命講習3は、一般市民を対象とした3時間の講習だが、小に、消防署における、 小児の定義では15歳未満とされる、乳児、新生児に対する救命処置と、応急手当を扱うもので、市民はもちろん保育園や学校教職員、児童館職員、放課後児童クラブ指導者などに向いている。上級救命講習では、成人や小児、乳児への救命処置や、応急手当、普通救命講習、2及び3に相当に加え、ファーストエイド、 三角筋を用いた骨折などの外傷救護法や、熱中症、火傷などへの対応、事故等での頸椎損傷が疑われる傷病者への頭部保持、その他、搬送法などが加わり、実技と筆記の効果測定を伴う8時間の講習となる。こちらが、赤十字救法救急院養成講習と同等となる。指導内容は、上記。 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要項で規定されており、医学的根拠はアメリカ心臓協会及び国際蘇生連絡協議会等による国際ガイドラインをもとに一般社団法人日本蘇生協議会が策定した JRC 蘇生ガイドラインに準拠している。なお、5年に一度の前期ガイドライン改定に合わせ、救命講習の指導内容も、 最新の知見を反映したものに定され続けている。遅刻、相対なしに講習の全協定を終了すると、救命入門コースでは消防庁による応援のない参加証が、その他の講習では消防庁が発行する救命講習終了証消防本部によって救命技能認定証が交付される。中には、総務省消防庁の規定とは別個に、 公衆修了者に対し、市民救命士との独自名称を用いる地域もあり、兵庫県や川崎市などでは、この故障を用いている。基本的に修了証に有効期限はない、ある自治体も一部存在するが、技能維持のため2年から3年ごとに再公衆を受ける、ことが推奨される、修了証にその旨を明記しているケースもある。なお、修了証が発行される、救急公衆は、 基本的に総務省消防庁が通知している応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要項のガイドラインに従っておりどこの本部が実施する講習受けても問題ないが終了証番号は各本部ごと管理されているので別の本部で再講習を受けると終了証更新時に新規番号に変更となる。東京消防庁など一部の消防本部では有効期限を設け 通常の講習と期限内の再講習とで講習内容を分けている。一部地域では受講者には救命講習事項記念バッジ、普通、i、2、3救命講習、上級救命講習、応急立て不休員の3種類が販売されていた平成30年3月31日で販売を終了。開催日程は各消防本部や防災協会など 公衆開催期間によって異なるが、各機関への電話やウェブサイトで確認することができる。また、自治体の広報誌でも告知されることが一般的である。公衆開催期間が消防署その他の場所で開催する一般公募による公衆のほか、10名以上の団体であれば、事前調整の上出張指導も可能である。受講申し込みは講習開催期間へ電話で行えるが、 中には、ウェブサイトより、申請可能な地域もある。特に団体の場合は、受講申請書と受講者名簿の提出を要することが多いが、用紙は、ウェブサイトより入手できる。また、過去に受講経験、他地域での受講を含むがある場合は、その旨を伝えると、事務手続きや、公衆指導上参考となる。なお、開催期間間か地域の住民に加え、同地域での在勤、 在学者等も受講申し込みが可能である。ちなみに、救急車到着までの市民による救命処置、バイスタンダー CPR の普及が喫緊の課題であるため、普通救命講習の開催を優先する地域も多い。そのような地域では、上級救命講習の開催が少ないまたは全くない、あるいは数十人単位で受講申請があった場合のみ対応している場合もある。 ただし、救済策として、周辺地域で開催する、上級救命講習への受講を可能とする地域もある。救命講習は、応急立て指導員、または応急立て普及員の有資格者が指導するよう、規定されている。消防理員にあっても同様である。応急立て指導員は、認定した消防機関等が行うすべての種類の救命講習で指導ができる。 高級ターテフ級員は防災組織等の構成員や事業所の従業員に対して普通救命講習の指導ができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。